デビューはいつかとファンたちが待ち望んでいる。 YG エンターテインメントの期待の新人ガールズグループベイビーモンスターは、公式 YouTube チャンネルの登録者数が開設から2ヶ月足らずで100万人を突破する今注目の K-POP アイドルです。公式 YouTube でメンバーが少しずつ公開されるなど、ファンたちの期待は高まっています。そんなベイビーモンスター、まだデビューをしていませんが、早くもメンバーのローラが話題になっています。2008年生まれのローラは歌のスキルもダンスの実力も高く、何でもこなせるオールラウンダーだと紹介されました。そんな完璧に見えるローラですが、とある苦手なものがあるようです。ローラには嫌な思い出の曲があります。それはキューバ系アメリカ人歌手であるカミラ・カベロとラッパーのヤング・サグによるハバナという曲です。2018年にリリースされたハバナは全世界でヒットし、 MTV、 アメリカン・ミュージック・アワード、ラジオ、ディズニーなどで今年ヒットした曲としても選ばれています。ハバナ旋風を起こすほどのヒットした曲ですが、ベイビーモンスターのローラはこの曲で恥ずかしい思いをしたようです。ローラはまだ実際で YG エンターテインメントの練習生だった頃、ヤン・ヒョンソクを含めた YG エンターテインメントのスタッフの前でこの曲を披露したことがあったそうです。その時ローラは歌詞をすっかり忘れてしまい、ハーフオブマイハートイズインハバナと歌わなければいけない部分を He took me back to East Atlanta と歌ってしまったのです。歌詞を忘れてしまったローラはその場で泣いてしまいました。ローラはこれについて、歌詞を完全に忘れてしまったのできちんと歌えませんでしたと語りました。その苦い思い出から5年経過したそうですが、ローラは未だにこの思い出が忘れられないそうで、なるべく歌わないようにしているのだそうです。ローラはだからあれ以来ハバナは聴いていないと言いました。しかし YG エンターテインメントのヤン・ヒョンソクはそんな彼女の忍耐力を褒めたたえ、そこからローラの可能性を見出すことができたと語りました。ヤン・ヒョンソクはローラにこのように伝えたそうです。なんで泣くんだ、泣かなくてもいいじゃないか、君はいい声をしている、声を鍛えれば素晴らしいボーカリストになれるよ。苦い思いをしてしまったローラですが、素晴らしいボーカルである彼女のデビューが待ち遠しいですね。